ポケモン。よっしゃ、お着替えタイム。オッケー、ライドワン。かわいい。ケンタロスにまたがれば、周りの景色も違うでしょうな。チゼちゃん、アロラ地方ではポケモンに乗せてもらい、力を貸してもらうのですな。では、進展したものの説明を軽くしましょう。ライドギア、ライドポケモンを呼び出すための道具ですな。マニュアルを読みますぞ。Y ボタンでライドオン、B ボタンでラッシュ。ライドウェア、ポケモンに乗るためのコスチュームですな。アロラのあちこちを走り回り、ケンタロスに惚れてください。ライドギアを使えば、ライドポケモンはどこでも駆けつけ、助けてくれますからな。完全にメタ発言。でもスーツ結構可愛くなったね。僕が友達として改良したライドギアを使ってね。ジェットパワー、ご機嫌じゃないですか。また今度ポケモン勝負をしましょう。では、君の島巡りに、未来に幸ありますように。さて、チャチャチャ。ケンタロスの力を借りれば一番道路の大きな岩も簡単に砕ける。よし、僕からもプレゼントだ。一番道路もそうだけど、三番道路もあったよね。わざまぶしんポケット。相手の一分と一残すようにする。どんどんポケモン捕まえてロトムに。うんうん。ハウオシティのポートエリアに行けばいいのね。ハウオリシティね。さて、ヨットの整備だ。リリー手伝ってくれるかい？なるほど。鉄屋さん、お願いしてもいいでしょうか？はい？この子、星蜘蛛ちゃん、元の住処に戻してあげたいのです。以前お話ししたように、この子の陰で私は危ないところを助けてもらいました。ですから、お礼をしたいのです。でも、ポケモントレーナーではない私にできないこと。だから、千田さん、わがままだというのはよくわかっているんですが。じゃあいいよ。ありがとうございます。嬉しいです。とても困っていましたから。では私たち、次の島もついていきますね。ぴょい！まずは、お母さんに、報告だ。なんか報告しろって言われたよね。おいしょ。チャンス。まんまーまんまー。じゃせちゃん、おめでとう。メレメレの大試練達成ね。次はアーからと。行くなら半折りのポートエリアから。そうだ、研究所近くの10カラットヒルを調べた珍しいポケモンがいる。ハー君やリーリエちゃんにたくさんのポケモンたち、毎日眩しいわね。テンカラットヒルね。テンカラットヒル。そうか、岩壊せるようになったもんな。でもとりあえず3番道路行きたいな。1番道路。よいしょ、1番道路にもあるって言ってたけど。どこにあるんだろう。あ、ツツケラだ。よし。あ、ライド中は、ライドスーツなんや。なるほどね。なんか体験版のスーツと違いますよね。ちょっと可愛くなった感じがする。はい。はい。はいはい。絶対このポーズ練習しよう。ジェットポアー体にまとった。ウルトララッシュアタックー！行くぞー！ドドドドドド。どうやって走ってんのマジで。足はないんだよな。足なんて飾りなんです。偉い人にはそれがわからんとですよ。三番道路。あの洞窟のところになんかありましたよね。よいしょー。ビー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 ダッシュ？ポケモンのタイプじゃなくて、技もこだわってる。割とバランスは考えてます。今ちょっと電気タイプが2匹いるのが気になってるんで、コイルさんかピチューちゃんかどっちかを抜かさないとなと思ってるんですけど、マックの下！多分ピチューちゃんが抜けると思います。でも代わりに誰入れようかな。できたら地面タイプとかいたらいいんですけど。ね、せっかくなんで、使いますよ。うん！わわわわわ！
は体にまとった Z 技。いやー全力無双激烈拳。あ、かっこいい、かっこいいぞ。あ、かっこいい、かっこいいぞ。これはかっこいいぞ。同胞が赤く燃えている。おっしゃー勝った。またつまらぬものを殴ってしまった。レベル17。学習装置が最初から手に入ってるのいいですよね。こだわり、おかわり。なんだか寒い。よいしょ。あれ、ちょ、通れないじゃん。なるほど、ポケモン乗ったままだと通れないワンチャンあるんやん。こっちも行けない。こっちから、あ、ここも行けないやん。一回降りて、どこだっけな、どこだっけな、こっちかな。うん、こっちかな。穴がいる。危ない危ない危ない。あれ、なんかあるね、アイテム。おいしょ、ヒールボールだ。なんかヒールボールって見た目が可愛いんですよね、確か。だからそんなにいいボールじゃないけど、一生懸命それで捕まえるみたいな人が多いらしいって聞きました。見た目確かピンクなんでしたっけ。ドーン。よいしょ、ライドーン。うん、なんかあった。これなんだろう、泥棒。持ち物取るやつですね。食べんだったら結構いいのかな。小遣い稼ぎ的な感じで。いいものを盗めたりするのかな。出よう。出よう。もうあんまり敵に会いたくない。うん。うん。エンカウントしちゃった。ズワッとかー。ちょっと待って。よいしょ。ナムツー。人気投票で2位だった。ナンバー2さん、コエルさん。なんか、どこぞの、匿名掲示板での、悪ふざけで2位になってしまったコエルさん。レベル15。こっち？誰も会えませんよー。2。ディグダだ。アローラ地方のディグダだ。髪の毛が生えてますね。髪の毛が金髪。これちょっと捕まえたくないですか。旅パにいいかもしんない。マローラ地方のっていうのももちろんあるからなんですけど、バランス的にやっぱ地面タイプは欲しいので。あ、ね、じゃあそっかそっか、そうだよね、効かないよね電気タイプの技。しまった！恥ずかしい！これは恥ずかしい！恥ずかしいなぁ！おし！これで捕まえられるやん。よいしょ！モンスターボール！ジュイン？ジュイン？ジュイン？おいし！よし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 、旅場にしよう。旅場にするぞ。これで、ピチューは抜かして、ディグダちゃんが入ります。早くダグトリオにしたいな。レベルいくつでなるんだろう。まあ、一匹が三匹になるわけですから、相当時間はかかるんでしょうけど。いや、楽しみだなぁ。よし。